駿河屋のアドバンス福袋が結構すごかったんだけど、アンマンを起こす。どうも、アンマンちゃんでございます。アンマンちゃんをね、ツンツンしてそろそろ起こします。夜中騒ぎ始めると大変なんで、あまり寝すぎるとね、夜中うるさいんで、起きますよ。あんまちゃん起きますよ。毛玉お姉さんもいますよ。いるじゃんって感じ。ツンツンしないでよって感じ。そろそろ起きた方がいいですよ。あんまちゃん。ペロペロして。それでは、本編スタートです。ともぷにでーす。お元気ですか皆さん。今日はですね、ゲームボーイアドバンスケースなしソフト10本セットっていうやつをね、開けていきます。前回前々回はね、いろんな福袋開けてるんで、まあ概要欄に貼ってあるんで見てみてください。今回はね、5280円の福袋になります。私にしてはね、結構奮発して買いました。さて、どんな福袋になっているか見ていきましょう。さあ、それではまず、こんな感じで、きっちりね、梱包されてきました。すごいですよね。今までで一番厳重かな。なんか、期待しちゃうよ。いいのかな？今回は、全部、ちゃんとね、アドバンスのソフトみたい。まだ私も中身見てないんですよ。触った感じは、11本入ってます。なので、こちらね、1本おまけがついてますね。いやー、楽しみだな。最近ゲームボーイとかね、ゲームボーイアドバンスとか、携帯機のゲームをね、少し買い始めてるんだよね。PS2 とかはね、たまに買ったりするんだけど、結構場所取るじゃない？で、プレゼント企画でね、開けてもいいんですけど、なかなかもらい手がいなくてさ。ライブとかでプレゼントしますよって言ってもね、あまり欲しいっていう人がいないんだよな。それでは、まず1本目でございます。こちらでございます。さあ、どんなソフトか。ちょっとね、使用感はありますね。それでは、見てみましょう。あ、ニモじゃん。ファインディングニモですね。これね、持ってないんですよね。確か。ネット相場はね、結構安かった。320円ぐらいですね。いや、この映画ね、結構好きなんですよね。なので、嬉しいかな。ゲーム自体はね、今画面に出てますけれども、ニモを動かして、なんかこう、進めていく、そういうゲームですね。この大きな魚は誰かちょっとまだ分かってないですよ、お父さんかな。なので、まず1本目ね、ファインディングにも嬉しいですね。それでは、2本目、こちらもね、ちょっと使用感がありますね。さあ、やり込んだこのソフト何でしょうか。あ、上海だ。みんなのソフトシリーズ。上海好きなんですよね。これも持ってないわ。ネットサーバー高。2200円もします。これは当たり枠ですぞ。これが当たりかな、今回。いや、これね、結構操作しやすかったし、画面見やすいし、すごく
いいゲームでした。あ、これ嬉しいな。上海はね、結構集めてるんですよ、いろんなの。なのでね、上海はいくつあってもいいですね。それでは、で3本目ですね。いいぞ、今回。まあまあの使用感。で、見てみますよ。あ、無双か。新三国無双アドバンス。どうなの、アドバンスの無双って。あ、結構高いのね。1080円もする。これね、やってみたんですけど、結構、いいかも。無双っていうよりはね、なんか、アクションゲームみたいな感じで、まあ、プレステとかの無双みたいにね、ザッパザッパ行く感じではないんですけど、面白かった。それでは、こちらもね、使用感あふれるソフトでございます。それでは4本目いってみましょう。ん？ピノビーの大冒険。これは、持ってる気がする。ネット相場600円ですね。よいしょ。結構ね、今回ね、端子は全部綺麗だし、状態がね、すごくいいです。一応、清掃して、何でしたっけ、接点復活剤塗って、綺麗にしてるんですけど、今。全然汚れないしね。じゃあ、5本目かな。行ってみましょう。5本目です。アイスエイジですね。これ、少し高くなかったかな。あ、990円ぐらいでした。調べたら。いや、結構いいぞ。アクションゲームでした。ただ操作はね、むちゃくちゃしづらい感じの。でも慣れればいいかなっていう感じの。そんなね、アクションゲームでした。今回すごいな。じゃあ次行きますよ。次は結構使用感があります。それでは、次ですね。あ、役満アドバンス。これも持ってない。すげえ。今回。これね、450円ぐらいで、そんなにね、高いソフトではなかったです。いや、いいっすね。これね、結構いいよ。グラフィックも綺麗だし、操作もしやすいし、あと、麻雀知らなくてもね、アシストモードみたいなのがあって、それでプレイできるんで、結構良かったですね。いや、結構いいぞ。これ、今の5本だけで、結構満足です。じゃあ次ですね。これもまあ、使用感はありますね。それでは、行ってみましょう。ん？トウティのパーティーパーティー。これ見たことないな。500円でした。500円ぐらい。で、ゲーム自体は、なんて言うんだろうな。すごろく？ミニゲームがある、すごろく。ワーナーブラザーズの、ゲームなんですけど。いや、これね、結構、なんて言うんだろう。よくわからんゲームだった。じゃあ次ですね。次はこちらでございます。これもね、使用感はあるんですけど、名前とか書いてないですよね。それでは、8本目。あ、牧場物語ね。これはそんなに高くないでしょ。と思ってね、調べたら680円ぐらいでした。アドバンスのゲームって比較的高いよね。まあこれはね、ドラボクと一緒な感じだった。
うん、ドラえもんの牧場物語持ってるんですけど、うん、それと同じ感じのゲームだった。まあ、これがあれなんだろうけど、元になってんだろうけど、まあ、同じ感じですね。じゃあ次ですね。次はこちらでございます。こちらも結構使用感がありますよね。ポケットリゾート、ミッキーの。これね、見たことないんですよね。で、相場ね、調べたら、2000円ぐらいかな。あまり売ってなくて。で、まあ、大体このぐらいでやり取りされてる感じがしました。これもね、スゴロクゲームなんですけど、見たことないんだよな、これ。今回持ってないのばっかりだぞ。持ってるのはね、多分ね、ピノビーだけですね。あと2本ですね。それでは見ていきましょう。あと2本。こちらでございます。ちょっと傷ついてますね。こちら。あ、サッカーですね。あ、ディズニーのサッカーか。オールスタースポーツ。ってやつでいいのかな？多分ね、合ってると思うんですけど、パッケージとこのソフトが一緒だったんで、多分名前合ってると思います。ただ、オールスターサッカーとは書いてないんだよな。これね、ミッキーたちが活躍するサッカーゲームなんですけど、まあ、って感じ。操作性はね。それでは、最後の一本ですね。なんだろう。今回結構大当たりだよな。それでは最後の一本。使用感はありますね。光らすとわかるけど。これも見たことないな。アドベンチャーオブ東京ディズニーシーっていうゲームです。ネット相場420円ぐらいでした。これは何なんだろう。なんかね、ゲーム自体はアクションゲームなのか、アドベンチャーなのか、ちょっとね、よくわからない感じのゲームだったんですけど、ディズニーシーを探索するというゲームだったです。結構ディズニーゲームが結構入ってたんですよね。いや、これ結構すごかったんじゃないかな。学的に。いや、これは大当たりですぞ。ちょっと合計金額ね、集計して最後に、出しますか。まあ、これはちょっと爆アドだったんじゃないかな、と思います。いや、この11本結構良かったな。いや、ラッキーでした。それでは、まあ、一応ね、買った金額とかをもう一度おさらいでね、見ていきましょう。買った金額は、こちらですね。あ、今までやってきたやつがここに書いてあるんですけど、合計金額はね、7000円ちょっとぐらい買ってて、まあ、それの大半が、この5280円の、この福袋でした。それでは、合計金額です。ネット合計が、9620円ぐらいでした。結構すごくないですか？やったね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。やっぱり自分で買おうとするとさ、結構高いソフトが入ってたんで、今回嬉しいな。11本中10本持ってなかったです。やったねー。